はい、皆さんこんにちは。エンプラチャンネルです。今日紹介しますのは、機動歩兵ボトムズね、これももう今年で40周年なのかな。去年ダグダムが40周年ということは、今年はね、その後番組ですからね、40周年。まあなんかそんなイベントとかあったかな、記念的なプラモデルが出たとも思えないし、今一つ世間の盛り上がりはね、まあ、このザ・ブングルですとね、ハイメタル R とかの新作というかリニューアル版が、発売されたりとか、なんかあったんですけども、ボトムズなんかあったかな何にも思いつかないねということでね、マックスファクトリーさんから販売されてますね。マックスファクトリーさんかな、ね、マックスファクトリーさんが、発売元マックスファクトリーで、販売元がグッドスマイルカンパニーさんですね。ね、商品名がスコープドッグ、炎の定め、いつもあなたがっていうね。このミニマムファクトリーっていうのは何なんですかね。ミニマムなんだ。なんかいくらか金もらえるのか誰かが。あとはもうプラマックスのね、アーマードトルーパーボトムズね、MF60 って書いてますわ。でこれは2個入りだよっていう意味ですかね。この、炎の定めバージョンと、いつもあなたがバージョンっていうのがね、この2つ入ってますよっていうことなんでしょうけども、なかなかパッケージはね、普通のプラモデルとはちょっと違うような豪華なものに入ってるんですけども、まあ中に入ってるのはね、なんか、雑誌の付録みたいなプラモデルが2つ入ってますわっていうところで、プラモデルよいしょ、どこだよいしょ。でこれがあの炎の定めバージョンってやつですか。ヒューッと寄っちゃおうかな。ボディ周り、さっきねパースとかねザザザッと見たんですけども、まああの安いとかかけてもね、パーティングラインを消したとしてもモールドがしっかり入ってるのでね、太いのが、もういかにもね、もうごってりごっつり塗装して、もう厚めの塗装をしても墨入れガッツしますよっていうぐらいの、モードが入ってますよ。まあ、本当にアニメ的な風合いになるようにこのように作ったんでしょうね、なんかね。まあ、しかもディオラマ風味になっていて、もう完全固定ポーズというところの割り切りの良さっていうところ、なかなかね、面白いプラモデルじゃないですかね。ちょっと作ってみたい、筆で塗ってみたいって感じがしますね。まあちょっとでもじっくりじっくり作ってみたいようなプラモデルではありますね。なんかね、こんだけちっちゃいとは言っても。そしてこれが炎の定めバージョンで、次が本命の、いつもあなたがバージョン。ね、本当にあのモールドがすんごいしっかり入ってるんだけど、このすごいなんかめちゃくちゃ太いモールドが入ってるっていうのがね、もうガッツし流し込んでくれよっていうか、もう本当にもう分厚い塗装したってびくともしないぐらいのモールドが入ってますね。そしてこれがフィアナの顔か、よいしょ、ね、お顔どうでしょうかね、これね。まあ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 、でもこのサイズにしてはね、この私の指の先ぐらいの顔しかついてないですけど、こんな爪みたいな、あ、髪の毛がついちゃってる、じゃあそんな、ね、爪が汚いのはね、ご愛嬌ということで、まあ、よいしょ、まあこんなような感じのプラモデルですわ、ね、これが服とかが、布の服とかがこのボディのところにもくっついちゃってるんですね、これ面白いね、これね。もう完璧に別パースかなと思ったら、結構大胆なパース構成になってますね、なんかね。頭なんか真っ二つって感じで、ね、これもうなんかこうつなぎ目消すのが結構至難の業かなっていう感じもしないでもないんですけども、結構ね処理が大変そうかな。なんかボトムズじゃなくてダグダムの時も同じような感じのものだったような気がしますけども、ということでね、最近この手のプラモデルが来ても困っちゃうのがね、買うときはね、おーっ
ってね、もうこんなのが出るんだ嬉しいなって言ってね、その時むっちゃ作りたくて購入するんですけども、すっかり忘れた頃に届くんですよね。なんかね、ちゃんとね、他の人が作ってるレビューとか、こうやってあのパーツはこんなパーツですよなんていうのを見てね、あ、作りたいなと思ってね、パッと買ってパッと作るっていうのがね、楽しいところだと思うんですけども、今やもう先物取引みたいな時代になってしまって、買っておかないと欲しい時にはまず手に入らない。まあこれだったらね、すぐ手に入ると思うんですけどね。っていうところでね、全然なんかもう作る意欲も今全然ね、私のマイブームはゴジラの方に行っちゃってますからね、ボトムズ全然興味の対象外だったりするんで、そんな時に届いてしまっても、もうどうしようもねえなって感じが、まあね、気持ちがあのボトムズに寄った時にまた作りたいと思いますよ。なんかダグラムも作ろうと思っても、なんか最近本当にプラモデルがね、全然手が動かないね。これ年なのかなっていうかさ、この超合金みたいなね、合金トイみたいなものでもね、なんかね、昔みたいにね、ああ成功性じゃないですけども、なんかああこうなってんのかとかね、ガシ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 ね、手が寂しい時に動かしたりしたんですけども、最近それもなくなっちゃってね、もう箱から出すのがまずめんどくさい置いても、まあ、出し終わってなんかある程度、ね、手で持て遊んだ後にまたしまうのがめんどくさいみたいなね、なんかそのいやこれがめんどくさいとかって思っちゃうのに、なんかもう箱にしまうのも惜しいなっていうぐらい昔は愛おしんでたんですけども、最近なんか雑な扱いになっちゃってね、本当に。まあこれとあとパッケージじゃなくて、説明書ですね、ペラ1枚説明書、パッケージと同じような絵柄の説明書が入ってますわ。まあ中はね、まあでもカラーでこんなね、こんなようなもんですわ。買って、まあ、気になる方は買ってみてはいかがでしょうかというね、まあ、この値段がね、値段がいい、結構いい値段するもんですから、これをどう考えるかってとこですよね。僕としてはね、300円で2つ合わせてね、1000円がいいとこかなと思うんですよ。1000円でも高いなって感じの内容なんですけども、まあそういうわけにはいかないですよね。結構高い商品ですわ。何でも高いよね、本当に高い。こんなもんだってね、子供買おうと思ったって買えないようなねもんですよ。3000も4000もしちゃうんですからね、こんなのが。いやもう嫌になっちゃうわなっていうね。高いって言ってもしょうがないんでね、本当にあの欲求を満たすためにはね、多少の出費はしょうがないとは言っても、またこれがね、政治家を喜ばす消費税の財源になっているのかと思うとムカつきますよね。なんかね、もう材料が高いんだから、そこでね、材料費のために税金また取られて、それで加工して出荷していろいろとやったら、もう資産価値がどうのこうので、また税金取られて、売ったら売ったでね、もう、こうやって消費税取られてみたいな、もう税金の何重取りになってんだろうって感じですよね。一つの商品でも20、30、40取りぐらいして、もう根こそぎ庶民の生活に全部突っかかってくるという、もう半分税金じゃないのかなっていう感じもしないでもないですよ、こういうものですよね。おもちゃが高い高いって言ってもね、材料から輸送コストとかいろんなことを考えると、もう税金が高い。本当にあと3年間はね、地獄のような増税地獄が待ってるのかと思うと悲しくなってきますね。本当にあの、統一教会問題とかってどうなっちゃったんですかね。ああいう団体の協力で当選した人なんていうのはね、もう無効にしてもいいんじゃないのかなと思うんですけどね。いやいやいや、あんなところの協力受けて政治家になって、それはもうちゃんとした投票で選ばれた人と違いますよ ね、国民のが選んだ人じゃないですよね、票買ったんですよねっていうような感じで、全部なしってことにして選挙やり直してほしいなと思うんですけど、そういうことはやんないね。もう自民党さんもあと3年やりたい放題だから、もう、もし国民から絞り取りだけ絞り取って
ていう、なんかもう見え見えですよね。本当に我々60代になったばかりの、まあ、まだ私ねあと29日で60歳なんですけどね、まあ我々の世代は死ねって言われてるようなもんですよ、うん、もう死んでください、早く死んでくださいみたいなね、そんな政治やられちゃった、もう働くだけ働いたらあとはね年金もらう前に死んでくださいみたいなのかもひどいな、ひどい、もう日本という国には未来はないです、ね、若い人には見せられないけどね、こんなことはね、うん、っていうね、老後が全く読めないっていうかね、老後にさせてもらえないっていうね、うん、このボトムズを見ていた頃のね老後っていうのはね、60歳ぐらいになったらねお茶でも飲みながらねゆっくりゆっくりね暇な時間を持て余してこんなもの作ってんだろうななんて思ってましたけども、結局60になってもねプラモデル作る暇すらありゃしないっていうもう今までの倍ぐらい働かなきゃいけないよっていうね、うん、なんせね若い人とね同じペースで働けないんだからね、ってことはね若い時の倍ぐらい働いてなんとか食っていけるだけの生活ができるってひどいよね、なんかねお年寄りには優しくない社会ですから、まずね50-60歳過ぎて働いてる人にはねもう国から何パーかね補助を出すべきだと思いますよ、うん、ね、その人がね月20万働くんだったらね25万になるようにね5万円分なんか、ね、なんとかしてあげましょうとかね、うん、そんな若い人とねタメ張って仕事マジでできると思ってるのかなっていうところね、え本当にそういう人もいるかもしれないですよ、なんかね職業的にはね全く問題なくできるっていう人もいればね、肉体使うようなね仕事に関してはもう若い人と同じようにはねやっぱり働けないよなっていう、うん、疲れやすいし ねこの間私もね怪我とかしちゃいましてね、うん、怪我が治らないんですよ、まあ、こんなもんね消毒液つけておけばねヒューヒューヒューって治っちゃったものがね今やいつまでたってもジュグ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 してるっちゅう、いや免疫力も落ちてんだなっちゅう、人として弱ってるんだなっていうのをね痛感するっちゅうかね、うん、やっぱりちょっと体をいたわりながらね仕事しなきゃいけないっちゅうね、無茶できないっていうね、うん、重たいもの持つのが怖いって、それよりも老眼鏡がないと何かよく見えないっていうのがね困ったもんですわ本当に何の話をしてるのか分かんないけどね、まあ老眼鏡をね使うようになったもんだからもうこういうのもからも遠ざかっちゃいますよね、やっぱりねもうこういうのをねもう作るのが楽しみだったんですけども、今もう結構ね億劫になってしまってね、いやこれからもちょっとプラモデル何個か届くんですけども年末にかけてね、もうなんかもう買わなきゃよかったもう届いた瞬間にオークションかなんかに流そうかなって思ってるぐらいの、うん、ちょっと今ねプラモデルちょっとしんどいなってなんか感じ始めてる兆候のことですわ、まあ、積んでる人たちね頑張って作ってくださいやっぱり若いうちの趣味だな、年取ったらこんなにちっちゃいのちょっと厳しいな、ちょっと頑張ってね何個か形にはしてみようと思いますけどね、まあ、何言ってるのか分かんないですけども、ボトムズのプラモデルが届きましたわっていうところで、ね、誰もレビューしてくれないので一応レビューしました。それではまた失礼します。